今日ここ収録前に歯医者行ってきまして、おや、でまあ原因がね、うん、恥ずかしいんですけど、うん、まあ、コーヒーが僕すごく好きなんですよ、はい、もう本当に一日何杯も飲むぐらい好きなんですけど、うん、まあ、そのせいで、まあ、歯磨いてたんですけど、うん、まあ、そう着色が抗えない、ああはいはい、ステインってやつですね。そうです、はいはいはい、あのもう本当に原因でデリカシーないなと思ったんですけど、同期が僕の口見て、お前土食ってきたんかって言って、もうショックすぎて、あのこれは歯医者行こうと、もうどちらかというと僕、常に磨いてる方ではあるんで、うん、で、まあ、落としてもらって、もうやったんですけど、はいはい、あ、綺麗に、まあ、その後、僕はそれで落としてもらっておしまいやと思ったら、奥にちょっと一個虫歯が見つかりました、はい、っていうのと、あと詰め物がちょっと取れかけてますっていうのと、 あと思ってた、奥村さんちょっとだけ歯並びあれなんで矯正までどうですかっていうことで、あと親知らずあと残り3本ありますけど抜いた方がいいですけど、僕が思ってた茶色だけ落とせば終わりじゃなかったショックがすごくて、なんかそれポテトをつけしますかみたいな状況になってる。いやもう今えらいこと、確かにそうやなっていう状況なんですけど、うん、まあ、その歯医者、まあ、定期的に僕はまあ行くんですけど、はい、引っ越しが多いので、はい、引っ越すたびに僕歯医者変わってるんですよ、その一番近いところが一番楽なんで、はいはい、でだから過去も5回ぐらい僕歯医者変わってるんです、うん、東京来てから。で一番衝撃的やった時の歯医者の話なんですけど、はい、親知らずを抜きに行ったんですね。ちょっと痛く出てきて、痛くなってきて1本だけで行って、で早めに通されたんですよ、どうぞって、うん、でそちらでお待ちくださいと、だから待合室じゃなくて、はい、その歯医者の椅子のとこでちょっとお待ちくださいねみたいな、はい、で、あ、分かりましたって座ってたんですよ。ほんなら前に大きいモニターがあって歯医者って、うんうんうん、で、まあ、要はレントゲンの写真見たりとか、この治療の方針決めましょうっていうモニターなんですけど、はい、普通は僕のイメージですけど、まあ、パソコンと直結してるのであればスクリーンセーバーみたいに動かないときはなんかボールが動いてるとか、うん、なんか波の映像とか、そのイメージじゃないですか、はいはい、多分ね、サービス精神なんですよ、その待ってる僕らを楽しませてあげようっていうので、うん、洋画が流れてたんですよ、映画が、すごい、ね、珍しいと思って見てて、なんならね、暗いんですよ、なんか画面、はい、で、真ん中にポツンと椅子あるんですよ、はい、この歯医者と同じような椅子が、はい、な始まんねえと思って見てたら、ヒゲ面の悪そうな男、囚人服着た男が連れてこられて、はあ、看守さんにそこ座らされて、はあ、縛られて、はあ、電気椅子の処刑のシーン始まったんですよ。ちょっと待ってくれやと思って、俺今同じような椅子座ってるでってめっちゃ怖くて、いやいやいや、でそのタイミングぐらいで歯医者さんスッと今日よろしくお願いします、おーってなって来たぞ、でまあ抜いてもらって、うん、で2回行かんとダメなんですよね、親知らず抜いたら、はいはい、もう1回抜歯かなんかでもう1回行かんとダメで、はい、でもう2回目行くときはもうちょっと期待してるんですよ、次何見させられるんだろうって、うん、で行って座ってモニター見たら次サメ映画やってたんですよはなんでこれここはパニックホラーばっかり見せんねんと思ったんですけど、まあまあまあサメ映画やったらまだ大丈夫か思ったんですけど、じーっと見てたらもう分かりやすいですよ、船乗ってるんですよ主人公たちは、サメが襲いかかってくるんですよ、はい、襲いかかってきたサメの大きな口にショットガンをバンぶち込むっていう、もう口なんかもうえらいことになるでこの後でもその後歯医者切ってっていうのをやってもらったんですけど、なんか面白かったです、あの絶対選んでると思います、選んでる、これからやることに合わせて見せてると思います、ほんまにあの中野の歯医者さんは多分やってくれて素晴らしいサービス精神だよね。今日行ったとこはやっぱりその何にもない画面です。ああそれは面白くないな、ピラミッドの画面でしたね今日は今日なんもならへんなと思ってましたけど、ピラミッドだとなんか詰め物を入れるんですかね、ああなんかもしかしたらそういう1個ねブロックなかったらそれが抜けてるから入れた方がいいとか、そういうなんか、うん、そういう含みがあったんじゃないかな。いや、まあ、あのね歯医者さんの、まあ、1回目の電気椅子も怖かったですけど、やっぱそのすごい、ね、大きなサメの口の中にショットガンっていうのがやっぱもうこの後何されんねんの怖さが血まみれになっちゃう。いやちょっと歯医者さん、まあね、なんか個性が多いんで、いやいやいやですね、はい、映画を見せるというところもね、オリジナリティかもしれないけども、はい、なぜその映画を選ぶという、しかもそのシーンも5分違ったら多分違うシーンなんで、全然違う、全然違う、なぜ、いやだから絶対それあつらえて、はい、奥村さんに見せようとして、いやもうその初心でしたからね、一発目は電気椅子の時はその何回も来て仲良くなってたら分かりますけど、うん、いやでもいい歯医者でした、いい歯医者、はい、いい歯医者、よくしてもらいました、とてもサービス心旺盛な、ね、え皆さんも歯にはお気をつけて、今日もありがとうございましたありがとうございました。それではまた明日からもご覧ください、また明日、皆さん何が見られるか